はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は2019年8月のイベガチャ予想をやっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、毎月ね、月頭もしくは月末に出しているこのイベントガチャスケジュール予想なんですが、今月はちょっと早めに7月の末のうちにね、この動画やっていきたいと思います。まあもう早い方だとね、夏休みに入ってる方とかもいらっしゃるんじゃないかなというところで、このプロスピに関しては今年2019もね、7月の18日に発売というところで、ちょっとイレギュラーなね、感じに今年はなっていますが、アプリの方もね、ここから8月盛り上がっていくんじゃないかなというところなんですが、今回はそんな8月のイベントガチャスケジュール予想をやっていきたいと思います。まあ毎月のことではあるんですが、あくまで今回ね、上げることは予想でございまして、確実的なものでも全くございません。ただまあ去年のスケジュールとか、今までの傾向から、まあ、いろんな面から考えて今回の予想を出してますので、まあ、ぜひね、エナジーの使いどころとかイメージするのに使っていただけるといいのかなというふうに思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、まずは2018年8月、去年の8月のガチャスケジュールから見ていきたいと思います。はい、まずですね、8月2日まで、1400万ダウンロード記念福袋というものが来ておりました。そして8月の2日からタイムスリップ第4弾のガチャ、8月3日から S ランク限界突破コーチ付きガチャ、そして8月の9日からグレードアップスカウトで先発と中継ぎのダブル追加、そして G チーム TS 狙い撃ちガチャで第4弾が来ていたと。で、8月の13日からプロスピセレクション第2弾、そして8月の20日からバリュースカウト、で、8月の23日、プロスピセレクション第2弾が終わって、パープロの記念福袋、そして戦力強化スカウトヤシと、8月の28日にタイムスリップ第5弾のガチャが追加という、怒涛の1ヶ月でございましたと。まあこれを見るに分かることとしては、タイムスリップ第4弾がですね、去年は1週間遅い関係で、8月に1ヶ月の中で2弾登場するような形になってました。まあただ今年に関してはタイムスリップ第4弾7月中にね、しっかり来ましたので、まあ、そこではちょっとスケジュール感変わってくるのかなというふうに思っています。で、通常の追加、通常の S ランクの追加に関しては3ポジションでしたね。先発中継ぎとヤシという3ポジションの追加になってました。続きまして2018年8月のイベントスケジュール見ていきましょう。はい、8月の2日までプロスピフェスタが開催されていました。そして8月の2日からミリオンマネジメントタイムスリップ第4弾が来て、8月の9日からプロスピパークフランチャイズプレイヤーの覚醒が登場、8月の16日からスターロード、8月の23日からアニバーサリー選抜総選挙で、8月の28日からターニングポイントタイムスリップ第5弾というスケジュールでございました。で、あと裏イベですね、表イベントではなくて、裏に、並行してやっているイベントとして、8月の6日からプロスピグランプリ、そして7日に活躍選手予想、13日にスコアバトル、27日に最強決定戦というところが開始になってます。まず裏イベに関しては最強決定戦というところがね、もう発表されているので、今年も間違いなく来るところではあるんですが、まあ経験値系もね、また何かしらグランプリ系も何かしら来るんじゃないかなというふうに思います。で、8月で見ていくとフランチャイズプレイヤーですね、覚醒のフランチャイズプレイヤーで、去年浅尾選手、内海選手あたり、まあ、結構その各球団のファンの方が非常に欲しくなるような選手がね、このフランチャイズプレイヤー枠っていうのは出ますので、まあ今年もおそらくこのフランチャイズプレイヤー枠は今月8月の中に出てくるんじゃないかなというふうに思っています。あとはやっぱりなんといってもアニバーサリー総選挙かな。はい、アニバの登場選手を決める総選挙がもう8月のうちにね、開催されるというところでございます。アニバーサリー自体は10月のね、プロスピが周年を迎えるタイミングで、来るわけなんですけれども、まあただこのアニバーサリー、そのラインナップを決める総選挙はもう8月中にやるよというところでございます。今年もここの流れはおそらく同じなんじゃないかなというふうに踏んでます。でですね、ここでちょっとアニバーサリー総選挙に関してちょっと触れていきたいと思うんですが、そもそもアニバーサリー総選挙ってどんなイベントなのという話ですね。まあ、去年このタイミングでプロスピエースやってなかったり、去年のアニバーサリーからね、プロスピ始めたよという方も結構いるんじゃないかなというふうに思います。そういう方はちょっとね、このアニバーサリー総選挙どんなイベントなのかなかなかイメージしづらいと思うので、ちょっとここで触れていきたいと思います。まあ、先ほども言ったんですが、簡単に言いますと、アニバーサリー総選挙というのはアニバーサリーの登場選手をみんなで投票で決めようというイベントでございます。まあこのアニバーサリーに関してはほぼ完全に人気投票といったところで、もう完全にユーザーのね、手によって登場選手が決まるものになっているんですが、まあ、そもそものこのイベントとしてのサイクルはですね、フェスタと同じような感じと思っていただけるといいのかなというふうに思います。まずは V ロード試練でいつも通り試合をすると、その後にチケットが獲得できます。まあ、これもフェスタと同じように自操作とか自動とかで枚数が変わってきたりするような形になるので、まあ、特に試練とかも回りやすいタイミングになってくるのかなというふうに思います。で、そのチケットで投票をして、投票した枚数で、累計報酬を獲得できるというね、イベントになってます。まあ、その累計報酬の中にも S ランク契約書があるので、そこだけでももちろん当然豪華な報酬と言えると思うんですが、さらに投票するためにですね、報酬が獲得できます。内容としては S ランク契約書、 A ランク契約書、 B ランク契約書、1エナジー、100スカウトポイントといった5種類なんですが、まあフェスタと同じような感覚ですよね。あのガラポンを回すような感覚で、この5つの中から1つがもらえるというような感じになってます。なんで、まあかなり報酬的にもね、美味しいイベントにこのアニバーサリー総選挙はなるかなというふうに思いますし、あとは何より欲しい選手にね、投票することができるというところなので、かなりイベントのモチベーション的にも、いいのかなというふうに思います。まあなかなかユーザー1人の手によってね、大きく変わるということはないんですが、結構僅差になったりね、する球団も当然あるので、まあそういった点ではかなりモチベーション的にもやりやすい
いんじゃないかなというふうには思います。ただまあ今回お話しした内容、この報酬とかに関しては、あくまで去年一昨年といったところの話なので、内容は当然変わってくる可能性は、ありますので、そこだけはちょっと、了承いただければと思います。まあ近くなったらね、アニバーサリー総選、まあ実際開催されたらアニバーサリー総選挙なんかもまた当然動画にしていくと思いますので、まあ、ぜひ今後の動画も注目していただければと思います。はい、ということでございまして、ここからねちょっと予想の話に移っていきたいと思うんですが、まずガチャからいきましょう。2019年8月のガチャスケジュール予想はこんな感じでございます。まあこれはもう今開催されていますが、8月1日タイムスリップ第4弾ガチャが終了と。で、8月の1日から自チーム TS 第4弾狙い撃ちスカウトとグレードアップスカウト先発長継ぎダブル追加と予想しています。8月2日から1800万ダウンロード記念福袋、これはね7月の中に実は予想に入れてたところなんですけど、まあそこで来なかったので、おそらくこのタイミングで、来るんじゃないかなというふうに思います。で、8月の9日からプロスピセレクション第2弾と予想なんですが、まあちょっとこれもね本当予想難しいなというところで、去年は13日かなというところでちょうど第1弾から1ヶ月ぐらいっていう感じだったんですけど、今年に関してはちょっと早いんじゃないかなって予想を僕個人的にはしてます。ただまあここも本当に 50% ぐらいで、別の候補日も実は上げてるところがあって、まあちょっと難しいななんていうふうに思ってるところでもあるんですが、まあ9日か13日ぐらいから、セレクションぐらいの認識で、持っておいていただけるといいのかなというふうには思ってます。まあ間違いなく8月中に来るのは間違いないし、中旬というところも間違いないと思うので、まああくまで一つの候補日が9日ぐらいっていう感じで持っていただけるといいのかなというふうに思います。はい、で、8月の15日からバリュースカウト、19日から戦力強化スカウトで野手追加で、8月の23日からパワープロの日記念福袋、8月27日からタイムステップ第5弾ガチャという予想なんですが、まあさっきのセレクションのところでも言いましたが、本当にねこの8月のスケジュール感は、ちょっと難しいなと思っていて、まあ去年の傾向がねなかなかちょっとイレギュラーで、タイムステップ第4弾が、まあ、ちょっと1週間遅れて8月の中で2つっていうところなので、まあ、ちょっとそこがイレギュラーで今年はどうなるかちょっと難しいなっていうところなんですけど、まあ大きな流れ的には変わらず1800万ダウンロード記念福袋が入ってきて、で後の流れはほぼほぼ変わらずぐらいの感じなんじゃないかなというふうに思ってます。でちょっとこれガチャの予想とは外れるんですが、もし1800万ダウンロード記念福袋系が、しっかりここで来てくれるのであれば、そのダウンロード記念に合わせて、コインとか、特訓 1.5 枚かどうかはちょっと分かんないんですけど、コイン2分の1はほぼほぼ来ると思っていいんじゃないかなというふうに思ってます。まあどっちかですね、特訓 1.5 倍が来るか、コイン2分の1が来るか、まあもしくはスタミナ2分の1っていう可能性もなくはないんですけど、まあ何かしらのキャンペーンは、間違いなく1800万ダウンロードが来るのであれば、入ると思います。まあ結構コメント欄とかでもねこの辺の質問多いので今回触れさせてもらいました。で続きまして、2019年8月のイベントスケジュール予想をやっていきましょう。はい、8月の予想はこんな感じ。まず8月1日にバッティングトラベラー、今開催されているイベントが終了になりますと。で8月の1日からプロスピタワーへの挑戦で、覚醒フランチャイズプレイヤーが出るんじゃないかと予想でございます。まあ、覚醒イベント順番的には対決カーニバル、プロスピパーク、そしてプロスピタワーへの挑戦、この3つの中からローテーションみたいな感じなので、おそらくタワーへの挑戦が次来るんじゃないかなと予想です。で8月の7日からドリームキャラバンという予想を出ました。8月もねちょっとイベントスケジュール予想難しいんですが、ドリームキャラバンが先月来ても7月のうちに来てもおかしくないかなって思ってたぐらい、ちょっと来てないタイミングにはなるので、まあ、8月に一応入れました。うん、まあ時間がある方もたくさんいると思うので、まあ、この辺でドリームキャラバン来ると非常に嬉しい形になるんじゃないかなというちょっと希望的観測も含めてます。はい、で8月の13日からスターロードという予想にしております。はい、まあ、ドリームキャラバン約6日間イベントとなって、13日からスターロード、そして19日また6日間の周期でスペシャルミッション試練大解放というところが来るんじゃないかなという予想でございます。で8月の22日から27日までアニバーサリー選抜総選挙と予想で、8月の27日からプロスペ応援団でタイムステップ第5弾という予想になってます。はい、まあ、ランキングイベントに関してはおそらく応援団ほぼ確定だと思います。あとはもう日程の問題かな、もう日の問題、日のバランスがどうなってくるかっていうところだと思ってます。まあ、新イベもねちょっと2ヶ月連続というか4月の中で2つか、先日来ていたプロスピラビリンスと、あと今開催されているバッティングトラベラー、この2つが新イベとして登場したので、まあおそらく8月中の新イベはないんじゃないかなと予想をしてます。なんでまあちょっと新鮮味はないかもしれないんですけど、ただアニバーサリー選抜総選挙とかね1年に1回しかないイベントも、おそらくこの8月に入ってくると思うので、まあそういった点ではかなり忙しい1ヶ月に、なるのかなというふうに思います。かなりプロスペースの中でもやることが非常に多い1ヶ月に、この8月はなっていくかなというふうに思います。まあ、あとちょっと辛いところは純正ユーザー特にですが、最強決定戦ですね。はい、最強決定戦がもう今開催が確定してますが、まあそこでねタイムスリップ第5弾がおそらく期間中途中でね、登場するような形になるので、純正ユーザー特にガチ勢の方は絶対取りに行かないといけないという形になる方が非常に多いと思うので、まあ、僕自身もちょっと大変なスケジュール感になりそうだなと今からちょっと辛いなとすでに思ってるところでもあるんですが、まあ最強決定戦というところもあるので、まあその最強決定戦に向けてねこの8月は僕自身も頑張ってやっていきたいと思います。
はい、というわけでございまして、今回は2019年8月のガチャスケジュール、イベントスケジュールの予想をやっていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ毎月なんですけれども、本当に特に今月イベガチャスケジュール予想難しいなというところを改めて痛感したんですが、まあぜひ皆さんの予想や、このイベント、このガチャ来てほしいみたいなね、コメント等々ありましたら、ぜひですねコメント欄にて書いていっていただければと思います。うん、ということで、まあプロスピ2019も発売されて、そっちばっかりやってるよという方もたくさんいるんじゃないかなというふうにも思うんですが、プロスピエースの方もね、しっかり8月一緒に頑張っていきましょうということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。まあ8月もねガシガシとプロスピエースの動画出していきたいと思いますので、来月もプロスピエースの動画楽しみにしてるよという方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。